はい、どうもさん、こんにちは、おち TV です。今回もウィニングレバープリン選手たちやっていきましょう。ということで、今回もガチャ引いていきましょう。今回はね、新企画、ガチャバトルということで、今来てるガチャ、4種類ぐらいありますけどね。はい。まあ、その中から1個選んで、視聴者の皆さんとガチャのバトルをするというね、まあ、ちょっとバトル形式の動画、はい、撮っていこうかなということで、まあ、何をやるかというと、今回ですね、はい、まあ、6編チャレンジ。なるほど。ということで、こちらのオランダのガチャ。はい。まあ、見てもらえば分かる通り、黒玉1個なんですよ。1個。6編のみなんですね。6編のみ。今回この6編チャレンジということで、はい、6編が果たして何連で当たるのかというのを視聴者の人とバトル言ったことをしていきたいなと、はい、これどういうことかというと、はい、まあ、つまりこういうことですね、はいはい、まあ、今回ちょっと設定したんですけど、うん、10連で、うん、要は10回以内、はい、ガチャ引いて10回以内に6編が来たら、はい、おい、じゃあ何もなし。何もなし。10連から20円の間までだったら、iTunes カード1500円分、視聴者の方に、プレゼント。1名さんね。応募方法とかは、うん、説明欄の方に書いておくんで、ね、それを見ておいてください。はい、で、設定は20連から、はい、次40連の間、要は20連超えちゃったと。3000円。3000円。iTunes カード3000円。まあ、プリペイドカード何でもいいんですけど、で、40連超えたら、40円を超えるようなやつは5000円だと。40連から60連。だから要はこれボックス60回しか回せないんで、このボックス60回回したら確実に6編出るんですよ。からですね。40から60までの間に当てたら5000円。やばいよ。分のプリペイドカードということで、10回出せれば俺たちは何にも払わず。そうだね。その運をつかめるかっていう修行なんだね。はい。よーし。まあ、訳してガチャバトですね。ガチャバト行こう。視聴者の方も何連で来るのか。そう。見物ですよ。これ1連できたらもう終わりやろ。終わりやろ。はい、終了ってなるから。はい、終了、あざました。あざました。もう、来たいなっていうね。うん。いやいや、まあ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 。まあまあまあ。10連以内出せよ。そう。10連以内出したらもういけるから。まあ、俺的には、20連で出しても、全然 OK かな。いや、全然 OK。今回結構俺たちに渋めに作ってます。うん、その、次回からはちょっと設定とかはまたちょっと見直して、そうだね。やろうと思うんですけど、今回ちょっと、やった、第1回目ということで、かなり視聴者の方にね、うん、これ緩めの設定だね。そう、緩いよこれ、うん。これ10回以内出たら結構すごいこと。これ出ないっしょ、普通。いや、まだわかんない。もう出せ、気合いで。相当運ないと無理だよね。いや、いけるよ。これは。ファンダイクでもありにしようかなと思ったけど。うん。まあ、そうやね。やめてて。黒1だから、うん。黒1のやつがあるからね。いや、これはね、まあ、普通にやると多分30連ぐらいかかっちゃうと思うんだよな。いや、30連でも2分の1だもん。50% で来ねえよ。やばいね。渋いよ。これショートじゃん。お前お前。この感じ。これでもね、来るとき来るんですよ。うん。さあ来い。来ちゃったりとかして。あーやべえ。いやー。ワポン、ホンベルシー。圧倒的銀の多さ。ちなみにこれね、トレーナーはね、もうね、枠がないんで、うん、しょうがないっす。そうだね。うん。あー、金。金はでもね、うん、おーもう終わりよ、これで。終わりか。ファンダイクチャレンジだったらここで終わり。0円終了。ファンダイクはでも1回、ね、ありがとうございます。そうだね、もう持ってるんで、そう、これはトレーナーにして食わせちゃいます。だから6編で、あこれ何回ん、5、あ5回、あと5回だよお前。いや、まあ、俺らの0円は、いや0円まあまあまあ3000円までだったら許容だな。おーい、はい、まあそうだね、3000円までだったら許容だな。5000円でもんって、うん、40連以降だったら多分お通夜入ってるお通夜入るな、これ来い。まあでもないとか乗らないからな。でも確定あるかもしんないよ。そう、ドゥドゥーンあるよ。さあ、おう、もうそろそろだぞ。あと3回ですよ。あと3回。1厳しいな。いや、これ結構俺たちにとっても厳しいよ。いきなりありえん挑戦してしまったよこれ。ありえんよこれ。なんで消えるんや。結構えぐいよ、うん、このチャレンジは。黒玉が横にも現れねえからね。黒玉1だと。そう、横にも現れないね。横に止まるっていう行動すらね。うん。もはやって感じ。来い。あ ー, いやー、銀だね。まあそりゃそうだよ。まあでもどん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 その人減ってってるから。そう。1抜け2抜けみたいな感じでどんどん減ってってるから。ファンダイクとかもいないから。ファンダイク6分下にいたんだけど。さあ来い。ここできたら終わり。うわー、早くも1500円確定してきたぞ、これ。確定ですね。確定してきたと。うん、10連引いたんだよ、はい。まずいな。これ、あとこの10連で出さなかったら、もう20連超えちゃったらもう3000円の世界行くね。えぐいな。これ結構、最初やっぱね、オープン記念なんで、これは。まあ、オープン記念だね。オープン記念なんで、これ、緩く設定してます。うん、うわーい。
設定日6だよ今日お客さん設定6これこの台すごいよこれまずいよ6ペン来い6ペンはいは、うん、あまあもう金の海ですねあ熾烈戦来ました金だダメいやちょっとなアリエン連れてこい本当はなんかあのイタリアとかで黒何個来たらみたいなのやろうと思ったんだけど6ペンが1やったら輝いて見えちゃってそうそうそう来いあーやばい箸にも棒にもタイプだやばいよこれ引っかかんねえこれこれはやばいよ6ペン思ったより 深海魚に属するなこいつは深いなはいさあ弾入るんだよな結構いやーあーまあ金だ黒が見えてないもんうんあっ繋いでね友達キュービーちゃん黒のねあのなんつうのあボールが見えてないちなみもないいや前、なんか走ってたよさらーって黒が見えないよはい1個しかないからねここで来いおぉ釣れろお前釣れろブリンときたうわ髪型に疾走感があるなかっこいいよめっちゃいやちょっと今のはいやこれは怖いよこ れ, をこれが勢いをもたらすのかあと5回でしょあと5回でもう来ないのかあともう5回いや行くと思うんだよ俺これこれで俺は運の修行をつけるからガチャ運をガチャ運をね初めて来たまずいやばいやばいやばいあの黒横をちょっと黒横をもう一回黒横のステージまでとりあえず行かないといけないから1500円にしといてブブーだねおいおい早いはーいパプス一応見とこう見るかいこいつは見とく早そうだマシが、うん、あくそちょっと待ってあこれ何年あやばいまずい3000くるよさっくりいくな3000の世界簡単にいくこれ40秒まで出せばいいみたいなゲームになるこれえっくりこれクラーセン来たちょっと待ってやばいなまずいよアンさんちょっとかなりお客に緩めの設定だしてこれかなり緩いよ俺怒られちゃうかもしれない設定緩すぎってうわ やばいなこれまずいこれやまずいよこれラスト1とか来たら本当にやべえよもうラスト1キングボンビーじゃないうんえい頼む来いおわくわ20連ですうわプロメスプロメスねちょっと待ってはいということでこっから行きましょうあとここへから20連出さなければ5000ゾーン突入していくぞやばいねマジで大体半分切るから30回からもうそこで来る可能性あるよしかし結構不思議いやまずいよこれお客様第一の、うん、お客様第一の感じになってるこの動画まあオープンやからね今日まあそうだね、うん、このここで本当に最後まで来なかったらあれだね、59個目だったらもう、キングボンビー賞だね、これ。一番だな、これ。いやー、もういいだろ、それ。いや、ここで最後に来るやついる？いや、そういう日それ見たこと、あ、来るか？あー、発射が強かったけどね。いや、だってそういう日やってあるやん。やっぱり。何黒1って。こういうのにペスセレクション混ぜたらいいんじゃないの？あー、まあね、そう思う、確かに。まあ、オランダだけ、みたいな感じなのか。はい、キーン。いや、やばいねー。背でかいね。これまずいよ。いや、まだまだまだ。さあ、半分。だいたい、だいこの20連で来る、だいたいは。確かに、銀多すぎだな。間違いなく来る、これは。だいたい来る。だって、これも 66% ぐらいだもん。まあ、そうなんだけどさ。うん、ただ、銀多くね。いや、多いよ。最後、黒と銀だけになりそう。うん。金がめっちゃ来てんだよね。なんか、何調整か知らんけど。だから怖いんだよ。うんすげえ怖いそれがさあまあまあまあここまだ半分いってないからあと4回で半分だからねあそうかそう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 半分で来るみたいなことも全然ありえる金がやばいよお兄さんもうすごい減ってたいや最後マジで銀と黒になるなこれまずいぞお前やばいなこれ20何分の1とかなりそうこれ引いてるアホは俺らぐらいだなこれいやーやばい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 ぞまあ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 、まあ、
トレーナーにできるからね、うん、そのまあ選手のレベル上げみたいなのが使えるんで、まあそんな別にまるっきり総括は損じゃないんですけど、うん、まあそうだけどね。さあ、どうせ突破した？いや、あと1回、あと1回。いやまあまあね、まああと10連で可能性あるでしょ。ある、ある。いや全然来るよ、もうここ。ああ、ちょっと、うわやばいよこれ。これ本当に黒1個しかねえな。やべえこれ。いやいや、オッケーオッケー。ここだよ、ここ、この10連マジ大事だよ。もう本当に3000か5000でかいよ。いやいや、一気にお年玉変わるから。いや、うわー、すごい。ブルマ見るんかい。一応ね、あのこういうのも挟んでもないとちょっと運がこうあれでしょ、こっちに来てないでしょ。もう3分超えちゃってるってことは2分の1のコインチャレンジを失敗してんだよ。そこをやっぱり考えないと。さあ来い、出してくれよ。あーし、あーし、戻れこれ、いけいけ、戻れ。おい、うわー、ヤンマー2回破れてるよこの戦い。まずいなこれ、この戦い2回破れるって相当やばいよこれ。はー、今の止まると思った。直で、うわ、今の直で止まると思った。うわ、おい、あ、ズレが早い。これね、これ多分ブレネット。5000、5000じゃねえや、5000だっけ。いや、40連超えたらね。うわ、えぐ。だから20切ったらってこと。20切んねえよ普通。おかしいよそんなお前。あー、ちょ、黒ちゃんやってもた。お前何して。あー、でも黒がなんかちょっと増えてる、ずーっと。何やでかいでしょ、絶対でかいっすよ。見ないけど。何やねん、すごいね。ずーっと伸び響きといいね。うん、俺はちょっとでけえなあ。いもうここら辺来るよ、来ちゃうね。おい、黒すらもロカリア、黒チラもないね。ちょっと新しい選手めっちゃ増えてきたぞ、うん、そんなことより今回は6ペンを出すと。あと5回だぞ。この人をさえ絶対保存しとこう。で、なんか何公開したかを見届けるわ俺は。来い黒。おい、まずいなこれ。トーンストラ、あそこで2回負けちゃいけないんだよね。銃切って、銃切る、銃切らねえなお前。キングボンビ、これはキングボンビ来たもん。どえれえぞお前これマジで。来い、おあ、デフライ、デフライ。あー、ちょっと20は切りたくねえよマジで。あと3回だこれ、3回いったら5000ゾーン突入するよお前。お前障害、お年玉だこれ。あー、ちょ、うわー、あー、やばいなー、ベルベル。うーわ、これやばいな。いやいやいや、まだ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 、わかんねえよ。これはやばい、これで来る、頼むマジで。おい、2個つらからだお前。あ、まだ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 。あー、ダメだ、基本的に黒の力ダメよ。デパイ、デパイ、デパイ、金、黒金になっちゃうね。うん、デパイ持ってんじゃない、持ってないか、持ってないね。しゃあねえ、もう、ちょ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 、これもうあれやん、いいよ。あ、デパイ金になってたな。そうだよ、取っとけよかった。いや、まあ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 、はい、まあでも250だから厳しいんだよ。うわー、うわー、うわー、厳しい。キングボンビーコースだったらもう本当に閉店。本日終了。うわマジで閉店からあざした。いやー、5000円かー。いやー、やばいな。オープン初日からお前。はい、いやー、いや、ついに金なくなった。お兄さん、金中最後の金見ます。お兄さん、ついに金なくなってしまった。えぐいよちょっとね。こうなってます。 あと1個だ、1個だ、1117。うわー、だもう20切ってんじゃん今。もうだから5000円よ。5000円じゃんもう。5000円。あー、まずい、やばいな俺。まあまあまあ、まあ、ここ5000円だから、だからもうここで出すしかねえよ、もうこれ出るわ。うわー、このツヤだよ最後の。おー、よっしゃー、もうちょっと1個前か2つぐらい。いや、ギリだよお前。ありえんよ、メロペン。い
やーもうちょっと早く出て、でもね今回この企画をやるんだったらロッペンにはねウィニングイレブン2016からお世話になってるんで、まあ、そうだな、あのねロッペンに何回婚家を決められたか分かんないし相手にでこっちも何回ロッペンで婚家を決めたか分かんないしね、PSO の時からやっぱ長らくお世話になってるんでね、最後ロッペンが黒だっていうことだったらね、うん、まあ非行じゃないかということで今日やりましたけど、これね、まあ勝負の結果40連超えてしまったんで、5000円のプリペイドカード1名様、この動画のねコメント欄の中から選ぼうと思うんで、あの応募、詳しい応募方法とかねこの動画の説明欄に書いてあるんで、見といてもらえれば、まああのいつものやつと変わらないですね基本的には。発表ね、そうだね、発表は金曜なんで、金曜の動画で、あの一緒に発表したいと思うんで、まあそこら辺見といてもらえればと思います。まあ今回ねこうやってガチャバト面白いですね。うん、やってきたんですが、まあこれはね、まあ俺らのこの運の向上、はい、でもちろんあるし、そうだね。まあ皆さんもまあただガチャ見てるだけじゃつまんないそうだね。もしこれで本当に最後の1枚黒残ってたらキングボンビで決まりました。そういう、あとチャレンジがあったと。まあね。いうことで。はい。まあ、次回もね。まあ一応、今回ガチャ3つ来てるんで、まあブラジルをやったし、うん、で、オランダやったから、まあ次回イタリアかな。そうだね、イタリアって。うん、っていう感じでね、はい、またちょっと勝負していければいいかなと思います。ということで、勝負ボー